日本の暦では、日本における歴法の歴史と、それに伴う暦に関する話題について述べる。状況歴。1729年版。国立科学博物館の展示。すべて大院太陽歴である。渋川春海が、独自の思想に基づき、神武天皇即位期限まで遡って、日本をし、それまでの期間の読みを定めたため、 それが例えば後期や紀元節などの天居ともなっているが、一般にはいかにあげる暦よりも前に、そのような暦があったとは考えられていない。古代から江戸時代初期までは、各時代の中国歴を輸入したものが使われていた。江戸期において西洋歴も参考にした日本人による暦が作られ始めた。明治会歴により、 グレゴリオ歴1873年1月1日からは、グレゴリオ歴が使われ、2019年現在に至っている。前期の和歴に基づき以下の暦が使われてきた。暦の作成配布は日本に限らず、古代より統治者によって取り締まられてきた事故であり、明治に至っては神宮歴に一本化された。暦の決定は国家が法で行うが、 カレンダーは自由に作って良いと明確に分離され自由になったのは戦後の1946年である。1871年には改歴及び還歴の発行に伴い全国の暦史をまとめた若つ歴商社が組織された。還歴ではそれまで記載されていた吉祥の記載が除かれ、明治末には旧暦の記載もなくなったためそれらを記載した。 非合法のお化け歴が出回った。1883年には本歴の発行は神宮寺町の管轄となり神宮歴と呼ばれた。1903年に日めくりカレンダーの製造が始まる。1946年には暦の栓培性が廃され発行が自由化された。 本来は旧暦による月の別名であるため、そのまま新暦に適用すると、季節感が合わなくなることがある。12月の別名、シワスは、年末の慌ただしい様子を表す月名として、現在でもよく使われている。国民の祝日は1948年施行の国民の祝日に関する法律、祝日法で規定している。春分の日と秋分の日の日付は、 前年2月1日の官報で発表される。詳しくは二十四節気を参照。中元と本を除いて日付は年により前後する。暦の節目は節句となっている。ありがとうございます。